あの一瞬でよくもここまで。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるという。すでに希望などお前らにはない。戦闘開始。九尾を操るほどの力を持ち、そしてコロナが手を挙げてしまう。それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかない。まさかあなたがウチハマダラだというのか。さあどうだ。よし、よっ、どっちだよ。里の様子が気になるようだな。しかしだからといってこの俺から目を離すことはできない。葛藤だな、四代目ホカゲ。里のことは三代目と里のみんなを信じるしかない。今はこいつを仕留めることに集中しなければ。今が近接攻撃のチャンスです。
ても致命的な一撃にはならなんだか。近くに連絡して反対敵砲まで戻らせることだ。準備が整うまで攻撃の手を休めるな。これでキュービはお前のものではなくなった。この戦いは絶対に負けられない。戦闘開始。それどうやら四代目火影の名は伊達ではない。お前を倒し里を守る。いや、それが俺の役目だ。手が甘い。それ当たれ。こっちだよ。もう行くぞ。狙おう。こっち来い。あっと狙おう。こっち来い。当たれ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれ、キュービを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る。